さてくちゃん、西島ジャネル、お待たせ、お待たせ、へん今日はなんとリュウさんが遊びに来てくれました。お待たせ。お魚博士のリュウさん。いえいえ、とんでもない。これもらっちゃっていいですか、こんな大きいお魚を。私が、あの平王寺にはたくさんもう変なのあげたんで、美味しいやつは会長が持ってください。いいですか、おじさん。いいです。本当に変なのだよ。本当に変なのだよ。これちなみに何ですか。これはね、あれだよ、あれあれ、珍しい、兄貴から。あれあれ、俺今日さばいた。今日近いやつさばいた。近いやつ。ああ、近畿か。近畿でね。じゃあ近畿じゃねえ。近畿じゃねえ。近畿じゃねえ。確かに近畿っぽくねえ。でも近畿ではねえ。頭のトゲトゲ感も近畿だったかよ。これ近畿だったら、ないか。あ、マジで。この大きさの近畿だったら万。いや、行きますね、違ったか。まあそれだったら僕がもらってたな。奪い取られるから。泥棒おじさんだ。泥棒です。なんで、これ何ですか。ちなみに分かんない。あ、分かんないですか。じゃあおじさん、イズカサゴ。はい、イズカサゴっていう、もう正式名ですか。正式名です。ここら辺だとオニカサゴって呼びますよね。はいはいはい。でも本当はオニカサゴっていうのはオニカサゴっていうのがおるんだって。はいね、そうです。あの、毒のあるオニカサゴって茶色いのが別にいて、で、それが同じ名前で呼ばれてるんですけど、実は正式名称はイズカサゴですね。ああ、これ白いのはデフォルトの色なんですか。いや、ちょっと氷で色飛びしてる感じ。若干ちょっとホワイトバランスが調整できてない感じ。あー、なるほどなるほど。若干すごいかっこいいですよね。すごいかっこいい言い方だったよ、ホワイトバランスが。ちょっとね、若干ね、ちょっと鮮度があれなのかな。でも、一昨日の朝のやつなんで、そうなんです。そこまで悪くない。全然普通の一番最初から。じゃあ網に入った時から。違う、ホワイトバランス。そうそうそう、ホワイトバランス。ホワイトバランスね、やっぱりね。そうそう、色抜けが。そうそう、色抜けが。これを本当は使わせてもらおう。色が抜けとるやつ。食べたことないんで、これどうやって食べればいいんですか。何でも、刺身でもいけますし、火通しても美味しいと思います。じゃあちょっとやりましょう。はい、サクッとやってください。はい、行こう行こう。はい、まず鱗取ります。お願いします。鱗吸い取ってるんじゃね。鱗吸い取ったら、ね、まあ知らんけど。知らんけど、ちょっとトゲトゲなんで嫌ですね、これ。じゃあ俺で、ね、聞いて、気付けよ。はい、じゃあトゲトゲで嫌だろう、会長は。はい、これ新規が詰まるのが嫌だもん。飛ばせ飛ばせ、まあ仕方ねえや。嫌だよお前。この後どうせやるんで。じゃあ嫌だ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 。あ、こっちはホワイトバランスあれですね。あ、いい感じですか。はい、あの、もっとね、優しくやってもらっていいですか。少ない、あの、ちょっと時間ないもんね。そうですね、ちょっと早めに。ケスカッチなんで。ちょっと待って待って待って。この後ケスカッチなんで。この後ケスカッチなんですよ。で、俺片付けてまた送れるよ。いや、それも困るな。でもどうせこの後やるっすよね。あの、俺もケスカッチなんで。みんなケツカッチンなんで。おじさんケツ爆発してるんで、おじさんは。ケツ爆発なんで。違うんで。ケツ爆発なんで。よし、はい、オッケーです、オッケーです、オッケーです。で、こう来たら、こう来たら、はい、会長、はい、あの、まず、まずさ、包丁選ばんでいい？選ばんでいい？包丁、包丁、包丁選ばんでいい？ブッチャー、選んでいい？ブッチャー、多分折れますこれ。分かった、出番で、出番で行こう。関孫さんで、まあ、しゃがね、今日は孫さんで、選んでいきましょうか。ごめんなさいぞ。ありがとうございます。すいません、本当はブッチャー使いたいんですけど。じゃあ使ってください。今日はちょっと時間があれなんで、ケツケチなんで。ごめんなさい。で硬い硬いな、すげえ硬いですよこれ。さすがカサゴの仲間。取れるんかな、これ。頭取って別に取ればいいんじゃね。俺もそう思った。無駄に刃こぼれさせようとした。一匹でさ、こんなにいらんじゃん。まあ、じゃあ頭取って普通に3枚下ろしますわ。その3枚下ろしてくの。え、だって頭取れって言ったから。じゃあ別に任せるわ。はい、任せてください。任せるわ、そこは。うん、本当はやりたいようにやりや。腹出しだけで行こうかなと思ったんですけど、ね、じいちゃんちだで、あの好きなようにやりや。まあ、いいで。あ、で、あ、よいしょ。お、あ、いい肝が入ってる。じゃあ肝持ってきよ。頭持ってきよ。お、すげえ肝。めっちゃいいぞこれ。うん、結構いい。この肝いい、立派。すげえ立派。色も真っ白。いや、油あるの。油あります。内臓脂肪ありです。頭持ってくるの。頭はどうぞ。じゃあどうぞじゃなくて。何にするか分からんけど、頭ちょっとトゲトゲなんで。これキモいっすね、これ。これは苦玉です。その持ってけって。潰しちゃかんよ。じいちゃん家で潰しちゃかんよ。苦玉。あ、これいいっすね。これ一緒に煮ましょうね。あ、兄がいます。兄が。じゃあ兄も持ってけって。兄が。兄おる。はい、あの友達兄。兄貴が。
アリシちゃん。あれそんなちっちゃいやつっけ？アニサキ。取らないで。アニサキ兄貴が。取らないで。汗かく。これですね。で、からの？からの。うん。鉄爆発させて。鉄勝ち？お、あ、全然血合いないんですね。それで持ってて、うちはそこからさばきに。そうですね。ここからここまでにしましょう。そうね、時間ないんで。そう、時間ないから。本当黒猫ヤマトが待ってくれないんで。そうですね。お仕事、お仕事。何を下ろすの？下ろしちゃってる。おもむろに、おもむろに。はい、やれ。やったやった。ここまでやっちゃいましょう。やっちゃいましょう。はい。こうして、あ、すげえいいにしてる。うまそうだね、一瞬の。ブリブリだ。何、そう刺身するの？これ刺身と半身、刺身半身 U1 で、うお、めっちゃいい、最高だね。油あり。だったらさ、はい、半身はおろさんがいいと思う。いちいち綺麗に洗ってから刺身食べて。確かに。そうですね、ちょっとじゃあトゲだけ。これなんかネットだとそれね、トゲだと違うんだ。違う、先生登場、先生、登場、結局出るんじゃん。結局じゃん。もう、はいはいはい、カツってやっといて、このまま押さえて、さすが、すげー、さすが、出たがり、出たがりじゃないですか。あ、あ、や、あ、そっちをやってくれ。おー、出たがり、尻尾だけ取りますね。ゴミだけ置いてくれるのに、本当に困るんです。じゃあこれで2枚押しですね。はい。肝付きで。はい。これで持って帰ります。はい。お帰りください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、会長。また後でね。帰ります。今。ありがとう、ありがとう、上手だ。はい、ということでね、おじさんのところ帰ってきました。今日はね、お寿司と煮付けでいきたいと思います。もうすでにね、煮だれは作ってあるので、ここにね、この伊豆カサゴを飾り包丁を入れて、この肝も一緒にね、入れていきます。で、昆布で落とし蓋して、蓋をしてじっくりコトコト煮ていきましょう。煮物をね、作っている間にお寿司用をね、さばいていきます。うわ、すごい身がブリブリだ。腹骨をついてって、血合い骨が真ん中にあるはずなんだけど、これ謎だな、どっからだ。ちょ、この辺にあるんで、この辺すごい変な入り方してる。血合い骨が曲がって入ってますね。これで OK ですね。で、そうしたら皮を引いていきます。かなり肉厚ブリブリなんで、こんな感じ。お、うまそう、うまそう。もう骨はない状態なんで、この状態のまんまお寿司のネタ状に切っていきましょう。これちょっと分厚いかな。あ、うまそうだぞ、伊豆カサゴ。かなりね、身質はいいです。で、ここまでやったら握っていきます。まず手図をつけて、じゃあ分厚いやつからいこうかな。シャリ玉を作って、シャリを乗せてくるんと、で、スッスッと、はい、これで伊豆カサゴ1貫目。今日は緊急で動画を撮ってたんで、チンするご飯なんで、ちょっとね、水分が多いですけども、シャリ玉作って乗せてくるんと、で、クンクイッと、クン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 と、これです。本当はね、お寿司をやるときは酢飯用にね、ちょっと水分少なめで炊くのがいいんですけど、今日は本当に緊急だったんで、ちょっと酢飯がべちゃべちゃしてますけどね。でも十分これでも握れます。シャリ玉作ってポンと置いて、ここで形を整えます。んで、くるんと、ここで形を整えて、
クンクンクンと。はい、はい、一品目完成しました。お魚学長のリュウさんにいただいた伊豆カサゴのお寿司でございます。さあ煮物もね、そろそろ15分ぐらい、煮上がったので揚げていきましょう。オープンザフッター、こちらです。うわうまそう。うわすごい油出てる。で最後にね、こうやってね煮だれをザザザとかけてって、もう仕上げですね。これではい、2品目完成しました。伊豆カサゴの煮付けでございます。大きな肝付き。さあ食べていこう。いただきます。さあ食べていきましょうかね。じゃあ早速お寿司からいこう。お寿司から、うんうん、めちゃめちゃうまい。あのピチッとね、半日寝かしたんですけど、水分が抜けて旨味だけが残ってる。めちゃめちゃうまい。これうん、このお寿司マジで絶品。煮付けの方いきますか。いただきます。うん、煮付けはまた風味が変わる。うまっ。こうやっぱね、こういう根魚系って煮付けが結局一番美味しいんですよね。うまい。あっさりとした白身ですね。身がねしっかりしてるから本当に煮付けとして食べやすいです。かなりうまみがあるよ。本当に美味しいお魚これ。リュウさんありがとう。うん、皮も分厚くて皮もうまい。じゃあ最後に肝を食べて締めましょうかね。伊豆カサゴの肝。うん、やばっ。これはねすごい、あの変な癖とか変な臭みとか全くないです。これ身よりも肝の方がうまい。はい、ということでね、あとはねゆっくりと食べていきますということで、今回はお魚学長のリュウさんにね、とても美味しい巨大な伊豆カサゴをいただいたのでね、急遽おじさんのところでさばかしてもらって、僕のお家でね調理して食べてみたいという感じでございました。最近食べた白身の中ではマジでかなり美味しい方です。これがね愛知で取れたらね、僕のお魚屋さんでもねぜひ販売して皆さんにもこれ伊豆カサゴ、まあ、別名鬼カサゴとも言うらしいんですけど、食べてほしいんですけどね、なかなかちょっと愛知では見たことないので、皆さんもねぜひぜひ見かけた際は食べてみてくださいということで、今回ご視聴ありがとうございました。次回広告期待、チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。